どうも赤星せよ赤星マシマシどうですお願いいたします。さあ今回こちらです。ラーメン丸すがと読みますね。はい、表記上は、丸だけこうやってすがを外すことが多いですけども、なかなかね漢字のあれで出ないあまあそうないですかね。なんとか組み合わせて、はい、出しました。はい、亀有ですね。亀有、はい、ここ2分です。2010年2月オープンということでかなりの老舗です。はい、で丸すがの社長さん、これね、あの店長さんとは別の方なんですけども、イゴッソーというお店出身でして、イゴッソーはなんとラーメン二郎三田本店の助手だった方のお店ということで、本流を継いで、そうなんですよ、まあ、孫ぐらいに当たるのかなということで、あっということでね、はい、亀有初上陸。あ、そうですか。いやー、駅前にねあったんですよ。ああね、亀有公園っていうの近くにあるんですけどね。あの亀有公園は発祥ってないんですね。ああ、まあでしょうね。びっくりしました。実はあるのかと思ってたんだけど、実は駅前のね交番がそれに今該当するだのなんだのということらしいですね。さあメニューがですね、ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、丸徳、それから辛味噌、辛しびれ、つけと汁なしと混ぜそばバッテンになってましたんで、どうやら今は買えないのかな、わかんないです。今回はこちら左上のねラーメンを、ね、はい、選択させていただいて、大盛りにしてますという一義です。大盛りもあります、はい、さあ見てみますよ。こちらがラーメン盛り野菜マシン、肉トリプル油マシマシ、玉ねぎ、少し亀、味玉と豚1枚の追加です。ドローンみたいに取ります。よいしょ、はい、こちら野菜だけマシマシできません。はい、はあはあ、ですがニンニクがなんとトリプルまでいけました、ね。はい、これマスターが、ね、言ってくれたんで、はあ、トリプルしますからっつって、します、やりました。さらに豚デフォルト1枚大きいですね。結構あれですね、はい、リーズナブルコスパ、あ、ね、そうなんですよ。ラーメン800円で、ね、そうそうそう、大盛りしても結構こんだけ豚でかかったらね、さすがっていう感じでございますが、火曜から土曜という、営業時間が入ってますが、定休日毎週火曜です。火曜休みです。なるほど、はい、気をつけてください。はい、さあ豚、あ、もうなんか、ラスクありますよね、こういう感じマスク、豚でした、うん、めちゃくちゃジューシー豚ですね、うん、噛むとですねお肉の汁がジャーッと、にじみ出てくるんですね、でとっても柔らかいですが、これ脂身だけではございません、ね、赤身の部分も入って柔らかいというのがやっぱり上質の証なんだなということで、ほんのりした味付けもね非常に食べやすいです、でこれくらいレベルの高い豚っていうのはですね、あの川崎の豚ボスさんですとか、高崎の大蛇さんの豚、あの豚だけでもファンはね行きますので、なおでもだいぶ豚の、そうなんですよ、比率いいと思いますよ、丸澤さんも豚おすすめです。いやそうなんですよ、一口じゃ全然終わらないので、ニンニク豚をね使っていきます。はい、胡椒コーティングをした上にニンニク、これ結構辛ニンニクだったんで、ちょっときつけになりますね、はい、序盤からギンギンさせていきたいという時は、ニンニク豚でどうぞということです。さあお野菜です、ね、野菜油でしたね、はい、野菜油、油まあまあ細かいですね、野菜がややくた、ね、油プレーンなんですけど、この、ね、野菜の一番上の部分を一撃で食うのがこれたまんねえなということで、油ほとんど食ったんですけど、あ、もうほぼないです、はい、これスープの上にちょっぴりまんまま浮いてるっちゃ浮いてるんですけど、まあまあ、ドヒニュー、そうですね、黒いカレーが、はい、しょっぱいとかじゃないんですけど、旨味、コクの部分で濃厚でした、はい、マイルドには感じませんでした、はい、ですが、まあ、すっきりめではある、これがですね、甘さもあるんで、ちょっと鶏をね、使ってるんだなってことが判明してますんで、やっぱその鶏の甘さなんかもあるのかなっていう感じでした、鶏の、はい、やってますよ、はい、さらにね、これお野菜が美味しいんですね、はい、スープにギュッと浸った時に旨味たっぷり野菜は絶対はい、行ってほしいですね。宅麺とかで、お店とね、ラーメンのうちの作るラーメンとかで違いはやっぱ野菜がうまいかどうかだと思うんですよ、ね。まあ自分でやんなきゃいけないですからね。そう、宅麺は。お野菜ってどうしてもなんかね、作り方書いてなかったりしてね。確かにね、だいぶ格が。そうなんですよ、うん。お店のこれが個性だと思いますんでね。はい。麺料入れ玉はね、丁寧に書いてありました、はい、ラーメン250、丸徳は味玉がついてちょっと少ない、汁なしが太麺になり、混ぜそばとラーメンが同じ中太麺ということで、つるっ
と麺でございます、はい、つるっと麺はですね、はい、僕結構いろんなとこ行ってますけども、もうね二郎系って実はこれくらいの麺が一番合うんじゃねえかなって思っちゃう境地に達す手前まで来てます。まだ手前なんだ、まだ達してないです。極太麺がうまいというところももちろんあります。はい、残念、序盤にんにく豚ね、前からちょっと思ってたんですが、粒が細かいほどにんにくが辛いよというのも、あ、はい、一つの特徴で、これね顔がね歪んじゃうくらい辛かったですね。全部こうすすり切った後にニャーとね、酸っぱい感じの麺顔でしたけども、ベースのスープ美味しいんでね、そんなににんにく味にしなくてもいいのかなって思ってたんですが、スープがやや甘いんで、このにんにくの辛さで均衡を保てるというのは良かったです。トリプルでもまだ均衡保てる、いけますね。さすがお店の配分でございます。はい、玉ねぎね、これも無料コールでございまして、ピリ辛じゃない玉ねぎ、こういう場合はですね食感のサクサク加減がね、印象に残るので、やっぱ麺がこうツルツルっとしてるんで、こう何かこう咀嚼のアクセントを加えるには最適です。なるほど、はい、良かったです。なので野菜とね、違ってコールしない場合は全く入らないんで、気をつけてください。欲しい人はいる、はい、さあ、そのすっきり甘めといった返しなどは3.3ですね。はい、甘めといえば甘めの返し、まあ、スーパー甘めなんでベースもそうなんでしょうと、それですが確かに醤油の深みがある、だからこう徳島ラーメンみたいに激甘になるわけではないぞというすっきり甘さですね。はい、しょっぱさよりね、この返しそのものが他の料理にも使えちゃうんじゃないのっていう万能感がありましたね。例えばどんな料理でしょう。肉じゃがとかもいけちゃうんじゃないか。ああ、でやっぱちょっとやっぱ甘めなんですね。甘めなんですよね。そういう風に思いながら食べましたが、味玉です。さあ割っていきましょう。そう割るんだ。ちょっと縦にとかそうなるよね。それはそうだよね。いや、マップタスでしたね。ちょっと独特でしたね。はい。黄身がね、これしっとりタイプの、品川二郎とかだと激辛卵になりますが、そのちょっぴり手前の、やや、まあ、柔らかめの半熟よりの、固めの味玉、まあ、固形ではある、甘いの、はい、でこの味玉もやはりちょっと甘さがね、感じるうまうま卵だったんで、はい、ベースとしてはやはりちょっと醤油甘な感じですね。うまいは甘いですか。当てたうまいは甘い、まあ、最初はねどちらの語源も同じだということで、はい、スープに浸した黄身にねこう汁を吸わせて食べたら美味しかったです。はい、でちょっとここから余談なんですけど、はい、こちらのあのマルスガの社長さんがですね、金町にあるゴーメンマルコさんとモーメン日の豚ね、これはあの越谷ですけど、これどっちもね経営してらっしゃるみたいなこと言ってたんですよね。だからモーメン日の豚のマスターといえばあの藤丸の鈴木さんなんですけど、これ売っちゃったんじゃないかなっていう日の豚を、こちら あのマルコの社長さんに、はい、でもあのファイヤーマウンテンとかも経営してたみたいな。火が多いですね。火多いな、本当だ、あとゴーとモーメン同じ感じでしたけど、はい、そしてマルスカ、マルスカです。はい、90.76 ですね、はあ、非常に美味しい一杯でしたね。なのでね、今ちょっとその、はい、まあ、結局のところそのゴーメンマルコっていうお店はまだ行ってないんですよ、で金町だから、ちょっと前にあの常磐線の旅やったじゃないですか。 ありましたね、ね、3連チャンぐらい でまた常磐線僕結局使ってるんですよね。ああそう、はい、これあの亀有の常磐線で、あそう、はい、そうなるとゴーメンマルコ金町常磐線なんですよ。またちょっと実際これまでねあんま葛飾区とか松戸エリアって行ってなかったんですよね、柏とか、なのでちょっと強化してもまあいいのかなって思ってます。常磐線強化区か、強化区間で、はい、上半期は行っちゃうのかなっていうことで、ゴーメンマルコも非常にあの人気のあるお店で、老舗なんでいいと思いますね。そしてこの、はい、まああの丸菅さんなんですけど、まあ、やっぱね囲碁荘がもうマジでうまいの、本当に三田本店からやっぱり引き継いでるうまさがあるんだなっていうのがもう身に染みて感じた、その技術をまあなんだろうな、落とすことなくこちらで、なるほど、独自性もあるっていう、
で亀有って二郎系一軒しか今ない。あ、そう。それでも続いてるっていうのはちょっと、まあ、どっかに、ね、元気を落としても本当にあくびを一つ。いや、その急にこっち壁に帰ってきた。バレましたか。なんかどっかで出るだろうなと思ったんですよ。ここまで見た方はね、まあ、エンディングなんで出しちゃいましたけど、まあ、あれオープニングか。あれオープニングです。くそ、まあ、そんなね亀有公園、まあ、あ、今年も夏が来るって感じですね。いや懐かしい方ね。来たって来たわ、来たの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 南風に乗り乗り。あれ子供ながらにちょっと恥ずかしくて全部オープニング見れなかった。プル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 。ギターの俺あれ好きなんだ。あれ好きだった。僕はあの葛飾ラプソディのヤムヤムバージョン、ヤムヤムオレンジバージョンね。ちょっと早いやつね。テレテテ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 。ただ早いからオープニング2番まで歌えるっていう。もういいよこれ。そうそう、中ね亀有、はいはい、皆さんも行ってみてね、はい、ゴーチ、はい。Thank you.